今回は税理士の繁忙期、忙しい時期についてお話ししたいと思います。税理士の繁忙期はですね、一般的に12月から5月までと言われています。12月というのは年末調整という会社員のお勤めの方の、お給料とか儲けの状況、税金の状況を計算する業務がありまして、これがかなり手間取って忙しいですね。で、1月になりますと3つの書類を役所に出さなければならないんですが、1つは給与支払い報告書、年末調整の結果を市町村などにお知らせするものです。2つ目は焼却資産税ですね。これも市町村ですが、各事業者がお持ちの、パソコンとか備品のようなものをリスト化して提出します。で、3つ目が法定調書というもので、これは国税務省に提出するんですが、その会社さんとか事業者の1年間の給与の支払った額とか、税理士とか弁護士、社会保険労務士さんに払った金額、その税額、あとは家賃の金額などもお知らせしなければなりません。それが1月がドタバタとありまして、その後3月15日までは確定申告期になります。個人事業主の方とか、個人で不動産を持たれている方、年金を受給されている方などの確定申告が必要な方がいらっしゃいますよね。その業務が3月15日まで忙しく続きます。で、その後は3月決算という会社がですね、日本ですと多いので、その決算が始まるのが4月半ばぐらいからになります。で、その決算作業、税金の計算作業で忙殺されて、5月末が終わっていく、5月が終わっていくというのが一般的な税理士さんの流れかなと思います。